はい、皆さんこんにちは。ライフイズストレンジ、続きやっていきたいと思います。カタリルームのカタリーです。ちょっとね、久しぶりですね。3日4日空いてるかな。で、隠れても無駄だぞ。出てこい、僕の作品になるんだ。あー、ここか。とりあえずこの中入ればいい。あんなに純真で清らかだったのに。この中入れないのか。死んでもらうぞ。次は何で分かってくれないんだ。僕が自分でいられたのはあの暗室だけなんだ。いやー、この悪夢っていうらしいんですけど、嫌ですね。セーブすると悪夢って出てきます。雪降ってきた。座ったら先進んだのかな。あー、この中に入っちゃったんだっけ。まさかシェフを疑ってるのか。あ、これ前回最後に言いましたね。そういえばね、ママがいないときはね。知らないよ。いや、このシーンも何度見たことか。もしもし、ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエルズで雇って。え、ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。ボカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃあ、さて、西武マートまで女王陛下を迎えに行くことになった。これでお父さんまたいなくなっちゃうかな。バカみたいそれがパパのいいところさ。くそ、鍵はどこにいんだ。汚い言葉いじわる罰金。見れるのか。あ、見れますね。罰金じゃなくて大学資金な。おっと、マックスがアップ。とはいえ何もできないな。もう1ドル罰金。破産させる機会。発見。こんなところにいたのか。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで家を壊さないように。あと、ワインの試飲会は。ウィリアムから来たのは読みましたよね、確かね。なんかやだね。じゃなくなって、でまた縛られたところからでしたね。ここからですね。さて、格好が前と違う。君をモデルにレトログランジというシリーズを撮りたい。君にはレイチェルと同じ良さがある。マックスとは大違い。クロエ、マックスはガキだから。同感だよ。しかもおしゃべりが過ぎて困る。意識だけ無駄に高いしね。学校でも嫌われてたよ。本当のスターは君だ。私らいなくなった。マックスにしてやられたな。あいつ八方美人なんだよ。どういうことこれは。私らはモテ遊びやがって。でも俺は君に夢中だよ。今度クロエか。だからクロエは、マックス不安あら、お前みたいなイケてる女がなんでマックスなんかと。暇つぶしだ。パシリにもちょうどいいしな。確かにな。部屋にいいもんあるけど、どうだ。クロエ、見ろよ、マックスが覗いてやがる。写真だったらいくらでも撮るよ。踊りってのはこうすんだよ。クロエ、無理か。ビクトリア、あんた大人だな。マックスとは大違い。まさかビクトリアともか。あなたのタトゥー、すっごくセンスいいと思う。もっと早く一緒になってればよかった。おっと、いけない関係にまでなってます。せっかくの力も使いこなせなきゃ意味ないだろ。うわぁ、クロエ、レイチェルの代わりにマックス、あんたが死ねばよかったんだ。なんでアルカディアベイに戻ってきた。いい迷惑だよ。
うわ、また別だ。ほとんど向きは変えられない。キーパッド。何これ。暗証番号はこれで最後にしてほしい。どっかに暗証番号のなんかあるの？ヒントが。マジで全然わかんないよ。おー、出た。どれがそれだよ。壁一面に数字が。正しい番号はどうやって探せばいいの？一応巻き戻せんな。とはいえこれ全部を探すわけに、入れるわけにはいかないよね。なんかヒントはないのか。暗証番号はこれで最後にしてほしい。とりあえず1個あったのをやってみました。これなんだ。ダメみたいですね。どうしたらいいんでしょう。もっと巻き戻してみるか。あ、一緒だ、巻き戻しても。2515が丸ついてると思いきや他のも丸ついてるか。どうしたらいいのこれ。行き詰まってない。鏡に数字が映ってない。どうして。あ、本当だ。1130、0311かな。0311かもしれない。あ、違う違う違う。お、開いたっぽい。うわ、マックス、殺さないで。もうダンスもできないんだね。カリフォルニアで新生活を始めるって。マジかよ。仲間だと思ってたのに。俺を見せる。声はスレド、なんか止まってる。キスなんてしたのに。これが復讐のつもりか。俺を殺すのかよ。私が立派な校長だったとは言わない。夫と赤ん坊は私抜きでやっていかないと。でも君は友達だったらよかったのに。私はともかく。ねえ、他の人たちを殺さないでできるっていうの。一緒にお茶するって言ったのに。あなた誰なの。見てわかるでしょ。私はあなた、置き去りにされたマックスの中の一人。お願い、ここから出して。何、助けてほしいの。時空を自在に操って、過去も人も全て思い通りにできるんでしょ。うん、こんな力望んでなかった。みんなの力になりたかった。私はみんなの力になりたかっただけなのに。人気者になりたかっただけでしょ。すごい力を使えるようになったのをいいことに、親切なふりしてみんなに取り入ってさ。ふりじゃない。確かに私、みんなに好かれたくて力を無駄遣いしてただけかも。ちょっと間違えたかな。やっと認める気になった。これ元に戻せない。まあ、今さらもう遅いけどね。でも私には友達がいる。それもきっとこの力のおかげなんだ。どんなに取り繕っても、あなたは偽善者だよ。あなたの行動が、たくさんの苦しみと死を生み出した。黙って、私のせいじゃない。いいの？そんな偉そうな口聞いて。結局、責任から逃げてばっかなんだ。そっか、わかった。
時空をめちゃくちゃにしたのは全部クロエのためってわけか。あんな不良のためにね。クロエと私だけじゃない。親友、私の使命。難しいな。クロエと私のためだけじゃないと言えるけど、クロエのためにやったとも言えるしな。一応親友にしとくか。当たり前でしょ。親友なんだから。その親友が辛かった時に5年間も連絡取らなかったのはどこの誰だっけ。だからってクロエが大切なことには変わりない。誘拐犯に共感しちゃう被害者と同じ心理だね。説明してもわからない人は痛い目見るしかないか。レイチェルみたいにね。無駄だよ。あなたなんか怖くないから。このままじゃジェファソンに殺される前にクロエに殺されるよ。クロエは私たちのこと都合のいい道具としか思ってないんだから。ほんとバカだよね。私あなたと同じ名前なのが恥ずかしいよ。クロエはそのうち全てを。全てを。あら、噂をすれば。クロエが来た。いい加減にしろよ。お前と違ってこっちのマックスは全てを体験してんだ。私とマックスがいる世界が現実なんだよ。何これ、どういうこと。5年経っても相変わらずだな。本当会えて嬉しいよ。決まりだな。じゃあ飛ばすよ。なんだこれ、また別な世界に来た。車のそばには行けないですね。確か先月誕生日だったよな。死んだパパのカメラ、プレゼントだ。本当にいいの？ありがとう、すごく嬉しいよ。なんか締めっぽくなったな。この曲上がるな。うわー、なんか恥ずかしいんだって。踊れ。なんですかね、なんかの館に来た気分。早くマックス、早く隠れて。でも今日は助けてくれたじゃないか。未だに信じられないよ。こうしてまた会えたのはきっと運命。これが運命ならレイチェルを見つけたい。レイチェルに会いたい。うわー、なんかどうしていいか分かんないですね。とりあえず進んでいきますけど。やばいよ。偉大なるマックス様、お見それいたしました。まさか。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的だね。クロエにぴったり。うわ、線路。あ、この線路もちょっと間違えた気がするよな。すげえ、マジで命の恩人だよ。命の恩人のためなら。ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ。案外私が先にこじ開けてるかもよ。じゃ、マックス、ちょっとこれ見てみろよ。違う。ほら、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中。それが、せーの。うわ、カワウソ発見。その力が。そうしようか。水から出たら凍えるかも。薬品まみれの髪も悪くないよ。笑って。せーの。いやー、どうなっちゃってんでしょうか。昨日とは別世界みたい。ほらやってみて。マジでマジでやった。ウォーレンにメールして脈がないことを知らせてやんないと。まあユリ好きなら別だけど。こいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。分かってる、ただの夢さ。それは私が決めるの。あ、子供になった。残したでしょ。うちのパパがイケてるパパでよかったよ。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫？クロエやったよ。なんかちょっと不思議な感じだね。いやー、このクロエには戻したくないな。でも楽しいよ。腫れ物に触るみたいなのはやめて。普通に。あ、これいい写真だね。海賊ごっこした時のだ。結局町を乗っ取ることはできなかったね。クロエ、よかった。あ、また戻った。嬉しいの。
クロエが元気そうで。なんケイトだけじゃない、他にもこんなにたくさん犠牲者が。今までの思い出ですよね。少なくともレイチェル発見した時、信じない、クロエ頑張れ、あと少しだ、少しだ、目を覚ませ。さてこれ現実に近いんじゃないですか。しっかり、大丈夫、大丈夫、助かるぞ。マックスが寝てる時だよね。よし、セーバーいた。マックス、マックス、どうしたんだよ、起きろって。クロエ、ごめん、なんか気絶してたみたい。びっくりさせんなよな。悪夢を見てたの、すごくリアルで怖かった。でも現実ももっと怖いよ。どうしたの。結局これを消すことは無理なんですかね。原因がわからない。この嵐は私が招いたんだ。全部私のせい。時間を巻き戻して運命を変えてるうちに、いろんなものの未来が変化して、私のせいで町の人たちが死んじゃう。そんなの気にすんな。好きで力を手に入れたわけじゃないのに、それを使って私を助けてくれた。レイチェルはダメだったけど、でもその力のおかげで見つけることはできた。マクシン・コールフィールドは私のヒーローだよ。マックス、これ返すよ。ああ、写真。この写真もすごく昔のことに思える。最初の頃ですね。ここへ戻るのもしかして。そいつを使えば、それを取った時点まで全部元通りにできるんだろう。マックス、だって黒い死んじゃう。私の運命も最初の通りに。だからダメ、そんなのダメだよ。何があってもクロエだけは絶対守るって決めたんだから。マックスはこれまでに私を何度も救ってくれた。こんな身勝手な人間をさ。ママだって私のためにたくさんのものを犠牲にしてくれた。なのにこの嵐で死んじゃうなんて、クソ親父。デイビッドもママが死んだらすげえ悲しむよ。この町には私より生きる価値のある人がたくさんいるんだ。やめて、クロエを犠牲になんかしない。犠牲とかじゃない。マックスはきっと避けられない運命を送らせてただけなんだ。私が何度も死んだり死にかけたりしたのも、町がおかしくなったのも、マックスが女子トイレで私を助けたから。そろそろ自分の、私たちの運命を受け入れるべきなんだよ、クロエ。マックスとこうしてまた会えて、親友として大事にしてもらってさ、こんなに楽しかったの何年ぶりか分かんないよ。この後私がどの世界でどうだったとしても、マックスと過ごした時間は全部本物だし、消えることはない。マックスがどんな選択をしてもそれが正解だよ、クロエ。私にはできないよ。いやー、どうなっちゃうんだろう。逆だよ、マックスにしかできないんだ。いやー、究極の選択ですね。このゲームは確かマルチエンディングって聞いてるんですよね。でもうすでにこの2つしかないのか、あるいはもっとあるの中をね、なくしてきてしまってるのか、あるいはこの先まだエンディングがあるのか分かんないんですけど、
とりあえず究極の選択ですよ。いやーこれ選択できねえわー、どうしよう。クロエを犠牲にするのがまあ成功法だよね。でもアルカディアベを犠牲にするって言ってもどうする。皆さんはどっちを選んでるんでしょう。これはちょっと究極だな。クロエを犠牲にしてみますか。クロエの言葉に従ってみようかな。ここはマックス、時間だ。クロエ、巻き戻したりできない。ごめんね、こんなの嫌だけど。でもいいんだよ、みんなを救うためにはこうするしかない。ただレイチェルの仇だけは絶対撃ってくれ。人生最後にマックスと過ごせて私本当幸せだったよ。マックスは私のヒーローだ。だか、次のセーブポイントまで今日はやりたいと思います。やるのか。お、何の操作もしなかったぞ。こっちが操作する前にもう決定されてました。写真を捨てて、来た。大丈夫だ、落ち着け、心配いらない、深呼吸だ、しっかりしろ、ここは俺の庭だ、何でも思い通りになるだろう。何の用だ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけボンボンめ。いやークロエ、てめえなめた口聞きやがって、ぶっ殺してやる。何よそれ、ちょっとやめて、やめら、近づくな。俺に指図するんじゃねえ、どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。うわ、いや辛いなこれ。うわあ、いや歌入りましたね。この歌はもしかしたらカットして入ってないかもしれないです。非常に悲しげなね、英語の歌が流れておりますけど、マックス、そしてこれは消えた。あ、その場で捕まったんだ。
これもなくなっちゃうよね。クロエとの思い出が。先生も捕まった。これもなくなった。いやー辛いね。写真の1枚や2枚残んないのかね。それもないのかな。やっぱりいやーこれもう終わりかな。これでそして嵐は来ないのか。やっぱりやっぱりマックスが過去をいじったせいで嵐が来るようになっちゃったってことでしょうかね。お葬式かな？少なくともケイトの命は救えたってことでしょうかね。まあアルカディアビーンの多くの人たちの命も同時に救ってはいるんですよね。なんだろう、ケイトとやけに仲がいいね。そっか、それで黒い服着てたのか。この音楽は流せないかな。かなりのね、ダウン音量で今音楽が流れてるんですけどね。私喋れないと音楽消しちゃうと無音の状態になっちゃってるのかな。その辺がどうなるかアップしてみないとわかんないんですけど、音楽がブロックされる場合が多いんですね。このゲームは過去にアップしてる動画で何本も音楽を削除してます。誰やねん。あ、ワンちゃんも名前なんだっけ。少なくともみんなが悲しんでくれる存在ではあるんだね。蝶々が運命を左右した蝶々ですね。最終回かな、今回これ。
セーブ入ったですね。最終回でした。まあちょっとスキップして見てみましょうか。あー、半分、いや、ほぼ半分半分ですね。クロを犠牲にしたか、アルカディアベイを犠牲にしたか、また別なエンディングなんでしょうね。ちょっとこっちも見てみたいですね。ただセーブはね、上書きされちゃうんですよ。デイビッドが負傷した、負傷しなかった、殺した殺さなかった、ああ、ここで殺してしまうとまた結末変わるもんね。トラック運転手を助けた、あ、みんな助けてますね。エヴァンを助けた、助けなかった、どこにいたんだエヴァン。アリッサを、アリッサどこにいたんだ、助けなかった。容姿を助けた、うん、誰も助けてませんね、ひどいですね。解けなかった、うん、フランクにレイチェルのことを正直に話した、あ、みんな話してますね。ウォーデンに起訴した、お、何もしなかったってのもあるんだ。いやー、ということで、Life is Strange、今回で最終回になりました。一応もう一回ねプレイできるので、エピソード5から進めていくこともできるのかな。どうなるんですかね、ちょっとわかんないんだけど、まあ、一応動画の方はね、これで一旦区切りをつけたいと思います。もしかしたらまた気分によってはね、やったりすることもあるかもしれませんけども、その時は最後は反対側を選択するでしょうね。で、途中途中はどうするか分かりませんけども、まあ、裏でやるかもしれませんしね、それは何とも言えません。ということでね、終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。